リーバイアン・キニーはワシントン州選出で共和党所属のアメリカ合衆国上院議員である。ミズーリ州セインとジョーゼフ近郊に生まれたが、1850年に両親と共に大平原を越えてオレゴン州へと渡り、ポートランドに京構えた。田舎の学校に通い、後ポートランドのキングズリーアカデミーに入学した。アイダホ州のルイストン、オロフィーノ、 フローレンスで事業を展開した。また、ルイストン市長に就任した。ワシントン州わらわらに転居し、銀行業に従事した。反米博覧会実行委員会の委員に任命され、委員長に就任した。1902年、共和党員として、連邦上院議員選に当選し、1903年3月4日から1909年3月3日まで、報職した。1九百八年、 再指名獲得に失敗した。第58議会から第59議会まで上院海岸当初測量委員長を務めた。1867年、オレゴン州上院議員ジェームズ・ W ・ネスミスの娘ポーリン・ネスミスと結婚し、5人の子を設けた。1921年3月29日に死去するまでわら,わらの銀行に勤め、メイソニック墓地に埋葬された。 ありがとうございます。